言葉の処方箋100本ノック東谷でございます。今日もよろしくお願いいたします。今日の言葉の処方箋はこちらです。少しでもアンパンマンの真似ができたら人生合格。まあ人生合格かどうかは置いといて、アンパンマンの話ちょっとしてみたいと思います。江原隆さんですね、作者ですけれども、アンパンマンの衣装という、本があります。で、そこにね、何のために生まれて何をして生きるのか、もう哲学そのものが書いてあるんですけれども、でこれはアンパンマンのテーマソングであり僕の人生のテーマソングだと書いてあります。でね、これちょっと長いんですけど、柳瀬さんは戦争経験者でいらっしゃいますね。で、日本に限らないと思うんですけど、まあ、今もどっかの国で戦争をやってますけど、戦争はね、正善だと言われて、正義の戦いと言われてやってる本人たちはですよ、やってる正義のために戦ってると言われているわけですね。でも柳瀬さんはご自身の経験から正義のための戦いなんてどこにもないと。で、正義はある日突然逆転する、正義は信じがたい、書いております。でね、これが戦後の柳瀬さんの思想の根本にあって、そして逆転しない正義は献身と愛だというふうに書いておられます。そして、戦後のね、貧困の経験から餓死しそうな人がいるとすれば、その人に一片のパンを与えること、これがアンパンマンの原点になっているというふうに書かれています。でね、昭和の頃のね、正義の味方っていうのをイメージしてもらったらいいと思うんですけど、今もそうかもしれませんけど、正義の味方は悪と戦うんですね。で、悪と戦ってる時に、まあ、結構街はめちゃめちゃに壊れるわけですよ。でも、正義の味方は悪を倒してどこかへ去っていくっていうのがね、昭和の正義の味方かなと思うんですけども、街壊すわけですね。なので食べれない方とかが、困ってる方がたくさん実は発生するんです。正義の味方が勝ったにもかかわらず困ってる人が発生しちゃうんです。だから戦争自体がすでに悪だっていうふうに柳瀬さんはおっしゃいます。で、本当の正義は飢えてる人を助けることであると。で、アンパンマンはね、自分の顔をちぎって飢えてる人にあげるんですけれども、その顔をちぎるっていう行為がですね、自分が傷つくことなしには行えないっていうことで、それが正義であるというふうに書いておられます。で、アンパンマンってね、あんこが減ったら弱くなるんですよ。知ってました？それは余談ですけど、どうしてもやらなくちゃいけない時があったら、自分を犠牲にして戦うっていうのは、自分を傷つけてでも相手の方に何かを与えるっていうことかなと思います。で、それが本当の正義であり、それが本当の強さであると。でね、これアンパンマンに限りませんよ。貫徹学もまさにそうだと思うんですね。で、相手の方の、このアンパンマンの場合は飢えている方が相手の方ですけど、貫徹学的に言うと、困ってる方、相手のニーズに合わせて、何か手を差し伸べるっていうのが貫徹学の、根本ですね。で、相手のニーズに合わせて寄り添いを考えるということですね。それが本当の正義であり、本当の強さであると。で、時にはですよ、自分が傷つくこともあるかもしれないんですけど、それでも必要だと、相手の方に必要であれば自分を犠牲にしてでも行うということじゃないかなと思います。はい、今日はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。